これこそ町田プロレス祭りじゃないと見れない。そうですね、これはなかなか本当に僕もちょっとちゃんと見るのが全部初めてなので、うん、楽しみ。もうチャンピオンですからね、佐々木大輔。うんね、本当にあのね、両国国技館で、はいはい、ね、リーノさんと戦って勝利して、はい、この2人が当たることっていうのも、そうです、あまりないと思います、ね、ないですよね、はい、あまり一回、本当ゆっこも DTO にちょっとだけ入っちゃったことがあって、はいはい、その時にちょっとタッカーがやってたんですかね。多分あとは、まあ、杉選手は多分 DT の今の現在の DT の選手絡むのは多分ほとんどないじゃないですか。昔はなんかこうインディーサミットみたいな、はい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 、イビシとかは多分絡んでると思うんですけど、今年は全然ないんで、まあ、だいぶねそこから世代が、ね、そうですね、変わってますからね、変わってますからね。この2人っていうのは多分そうですね、見られないですね。わー、いきなりすごい。わー、おお、飛びますか。飛んだら飛ぶ、下だろ、先ほど。そうですよね、ついでよ、これ。普通の選手はね、あの手ついてハンドスプリングやりますけど、杉さんは手つかないでやりますからね。お、どうぞ。さあ、お、ここで。さあ、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 場外に行くんですね。先生に十分ご注意ください。で、このあの町田市民ホールは、ね、はい、ちょっと行ったら映画館みたいなね、作りの会場に。なってまして、そう、だいぶこの南側の、うん、ちょっとなんかこの辺だけ見ると後楽園ホールっぽいですよね、会場。そうですね、はい、感じが見える人も結構見やすいっていうのは、はい、選手の声援多いです。さあ、場外戦が、さあ続いて、なんだなんだ、お、お、お、飛ぶんですか。さすがですね。そうですね。ね、いや、杉さんも、まあ、絶対町田市民ホールこの日は初ね。そうですね。ね、知らない会場でああいうところからと思って、多分すごい怖いことだと思うんですけど。こういう会場は得てして規制が厳しそうって書いてありますね。はい、いや、プロレス初めてなんですよ、僕ら。で、2回目も僕らなんで、はい、僕ら以外プロレス使ったことないんですよ、はいはい、会場として。なので、ね、あの結構怖いですよね。怖くて、綺麗に使おうっていうのは、まあそうですね、まあ、なんか今のところでもその会場の破損とかはなくないですね、はいはいはい。まあでもデスマッチはちょっと難しいかなっていうのは、まあそうですね、ハードコアとかはちょっとね、本当はまあ武田君とやりたいとは思ってると思うんですけど、どうしてもあの椅子が何ですか、その南側でもあの設備についちゃってるので、そうですね、ああいうところに何かその物の破片がとか言っちゃうと大変そうな感じも。さあ、ちょっと佐々木大輔選手が
そうですね、はい、掴まれましたけど、思ってますね。どうですか、まあね、佐々木さん今チャンピオンですけども、はいはい、同じチームでなんか石川さんの、まあ、近くから見てる印象として、まあ、非常にね、うまいですよね、やっぱ佐々木さんね。そうですね、やっぱり今度高梨が挑戦されてますから、はいはいはい、なんか、まあ、すげえ酒飲みっていう共通点もありますけど、はい、2人ともすごいプロレスを考えてるっていうか、本当に、はい、本当考えてる2人だなって思いますね。だから、そういう中でこう、やっぱ今チャンピオンになったっていうのは、まあ、強さがあると思ってた、喫煙だったかなっていうのもありますね。さあ、しかしちょっと大輔さんのピンチは続いております。メキシコ系。そうですね、そういう感じに。さあ、ここで、ああ、逆にやられてしまった。さあ、ダブルで遠藤の体がバキバキですね。いや、すごいですね、もう本当にこの方の筋肉は。うわー、すごい。スプリング対決ですね。いや、この対決はちょっといいですね。やっぱり見応えありますね。はい、さあ、アルゼンチンから、そうですね、桜庭さんのね、はい、これ意外とやる選手ってなんかあんまり、まあ、珍しい感じがしました。石川さん、その宮本さんはもう、まあ、デスマッチでも、はい、あの普通のスタイルでもね、あの、はい、たくさん試合やられてると思うんですけども、はいはい、どうですか宮本さんは改めて。なんかこう結構こなんか何ともクオリティ高いですよね。うん、そうですよね。全てのなんかあれが、はい、デスマッチやってもすごいし、そうですね、普通のスタイルでもね、はい、普通のテクニックもそう持ってて、はい、こう何でもできる感じがしますね、本当に。ね、今年はあの飛沫をね、優勝されて、まあ、本当はそれだけ阻止してほしかったですね。やっぱり宮本高校だけに優勝してほしかった。いやー、まあ、でも本当にすごい選手ですよね。体重も今もう94、5ぐらいありますか。大きいですよね。大きくなってますね。体作りちゃんとしてるんで。やっぱりこのダムネーションのなんか強さみたいなのが出ましたかね、なんか。さあ、ここで佐々木大輔さんが、さあ、ダブルは、ま、この2人も普段まあ当たらないですよね。そうですね。ああ、今、ああ、ちょっと危なかったですけど、の連携を。おお、ああ、そう、飛びのシューティングスター。おお、いい連携ですね、やっぱ。いや、やっぱこのコンビネーションだけど、はい、こっちのチームは組まないですかね、普段。ちょっとこのダウネーションと差がありますね、そこは。
さあここから、あしかしここでさあ杉選手が勝ってみる。ああこれは今のうまいですね。うまい状況判断。そうですね。やる気のくせにこういうところ頭がありますね。いやさすがですね。さあ。さあ、ラリアットかわして、このミステカ式のクロスフェイス、はい、今も結構な距離ありましたけどね。いやー、この試合すごいですね。今のは何ですか、カウンターの知らないみたいなね、ちょっとそうですね、ね、初めて見ましたけどね。おお、そう、上ですね。上で入るんですね。さあ、この辺りはパワーが、あっ、うわー、っぱなしの、なんかサンダーファイヤーみたいな。うわー、すごい。これはすごい連携ですね。いやー、いいチームですね。これはこれでいい。ね、このパワーと、杉さんのスピードと。あー、おー。いや、このね、ムーンサルトのフォームが、本当綺麗ですね。これは二丁拳対ダミネーションでもよかった、はい、あれですけど、これはこれですごくいい試合ですね。ね、これはこれで逆にお互いのチームスタイルが似ていて、あっと、まるで、あ、逆にさあ、ラーマヒストロ、あ、逆に抑えた、抑えた。今ちょっと危なかったですね、はい、やっぱり、はい、佐々木さんうまいですね、こういう丸め込みの対処。おお、あと、フランケンしたいな。おお、フラカンラーシャー、スルータウト入りました。おお、まあそうですね、ダミネーション勝ちましたけど、いい試合でしたね、これは。いやちょっとね、まあ宮本さん負けてしまいましたけど、またちょっとこの組み合わせをね、もう一回でも全然見たい。そうです ね、いやいい試合、これはいい試合でしたね。あ、いや面白かったです。いやでもね、あの佐々木大輔さんのこの一瞬のフランケンシュタイナーはやっぱキレアで、やっぱさすが現 KOD チャンピオン。はい、まあね、こうもっと見たかったっていうね、はい、まあ、それぞれの団体を見に行ってほしいですよね。そうですね、はい、ね。